韓国女子プロゴルファーで、俳優イワンと結婚した新婚イボミが、豪華な自宅に続き愛車を公開した。イボミは先ごろ、SNS に皆さん、私にとって初めての車ですとし、初めての愛車が BMW とは、とても嬉しくて飛びビュー上がりそう。慎重に安全運転しますと投稿した。また、公開した写真でイボミは愛車のハンドルを握りながら、嬉しそうな笑顔を見せている。これを前に、イボミは夫で俳優のイワンと幸せな新婚生活を公開し、注目を浴びていた美女ゴルファーとして人気を披露しすイボミは、知人の紹介で出会った俳優のイワンと交際から約1年でゴールイン。昨年12月に結婚した。